はい、こんにちは、116ウィンズです。さて今回は今年のエールの MVP レースについて話していこうかと思いますが、ここ3年間は大谷さんが二刀流で大暴れし、他の選手にあまりチャンスらしいチャンスがなかった MVP 争い、2022年のアーロン・ジャッジはその大谷さんを唯一止めた存在でしたが、あの年のジャッジはジャッジでリーグのホームラン記録を更新したりですとか、 WRC プラスで200オーバーを叩き出したりですとか、打撃面で歴史的なシーズンを送っていたわけで、まあそれくらいでないと上回れないのが二刀流大谷さんの MVP レースにおける圧倒的な強さとも言えるでしょうか。しかし今季は大谷選手が NL へ移り、大谷選手いなくなったエールではここ数年よりかは MVP の予想が難しくなった中、ポスト大谷時代ながらもかなり高次元の MVP 争いが行われていますので、今回はそれを見ていこうという趣旨の動画となります。まずは MVP 争いにおいて大事なことをおさらいしておきましょう。 MVP は記者の投票によって決まりますが、近年はやはりウィンザボイプレイスメントが重視される傾向にはありますよね。総合的な貢献度が高い、すなわち最も優秀な選手であると考える方が多いのでしょう。必ずしもリーグトップのウィンザボイプレイスメントである必要はないですが、 MVP を取るにはそれに近い水準が今は求められている印象です。また二刀流の大谷選手という例外を除けば、基本的には野手が選ばれることが圧倒的に多いですよね。投手にはサイヤング賞があるからというのも理由の一つですが、よっぽど突出したピッチャーが出てこない限りはなかなかピッチャーが MVP というのはなく、21世紀でピッチャーが MVP になったのは2011年のバーランダーと2014年のカーショーのみ。今年も MVP の議論に上がるほどのピッチャーはいないですので、今回は野手をメインに見ていきます。この他の要素ですと、チーム状況も意外と無視できない要素でして、2017年のアルトゥーベなんかはそういった部分もあったと考えられますし、また投票がレギュラーシーズン終了後に行われるため、プレーオフでの活躍は一切考慮されないというのもあります。これらを踏まえて次から今季の有力候補の選手たちを見ていきましょう。現段階の有力候補はこの4人でしょうか。ヤンキースのアーロン・ジャッジとフアン・ソト、ロイヤルズのボビー・ウィット・ジュニア、そしてオリオールズのガナー・ヘンダーソン、特にベースボールレファレンス、ファングラス、どちらの基準のウィンザーボールプレイスメントでも、現状他と少し差をつけているジャッジとウィット・ジュニアが一歩リードといった感じで、この2人はこのペースだとシーズンのウィンザーボールプレイスメントが最終的には10の大台に乗りそうな勢いとなっています。ソト、ヘンダーソンに関しても8から9前後は叩き出せそうなペースなわけですし、本当にあまりにハイレベルな争いとなっていますよね。ジャッジは今年もおかしなことをやってますよね。2年前にリーグのホームラン記録となるシーズン62ホーマー、WRC プラス209、ファングラスタンスのウィザーリプレイスメントで 11.2 と意味不明な数字を並べまして、ダブル規定達成というこれまた理解不能なことをやってのけた大谷選手を抑えての MVP となりましたが、今季はここまで114試合出場し41ホーマー、WRC プラス214はあの2022年を上回るペースです。WRC プラス200オーバーなんてもうそうそう見られないだろうななんて思っていたら、まさか同じジャッジが2年後にまたそれに乗ろうとするなんて、今のペース的にホームランがまた60本の大台に乗るかは怪しいですが、50本中盤くらいは打つそうな勢いですし、また最近では相手チームもジャッジがちょっと他の選手とレベルが違いすぎることを察してか、ランナーがいない状況でも敬遠されるようにもなってきたりと、現役最強バッターとしての立ち位置を確固たるものとしつつあります。もはや凄すぎるのが当たり前となってしまい、逆にリーグのホームラン記録を追っていた2022年ほどのインパクトがない気がしないでもないのと、2年前と違って今年はセンター守備が平均以下の水準にとどまっている点が MVP 投票においてどう映るかですが、有力候補であることに間違いなく、今のペースで打ち続ける WRC プラスでまた200オーバーとかやるんだったら、2年ぶりの MVP 受賞はかなり可能性が高いかもしれませんね。今季のロイヤルズ大躍進の立役者となっているのがこちらのボビー・ウィット・ジュニア。昨年106敗を喫し、再建期にもかかわらず年々成績が悪化、コンテンダーに舞い戻る未来が全く見えなかったロイヤルズが、今年8月も中旬に差し掛かろうというこの時期にプレーオフ圏内をキープしているなんて誰も予想像できなかったわけですが、もちろんオフの補強が実ったというのはあれど、それを語る上でウィット・ジュニアの存在は欠かせません。特にオールスター明けてからの後半戦の活躍ぶりは凄まじく、現地8月9日時点で打率4割5分7厘、一気にシーズンの打率を3割4分6厘まで押し上げ、2位に2分近く差をつける独走状態に入っています。2年連続の 30-30 達成も射程圏内ですし、昨年からさらに一段とバッティングのレベルを上げ、で全勝とトップとなる OAA プラス16と守備面とエリートとなると、まあそれ MVP 有力候補にもなるよなという感じです。ジャッジとの争いがどうなっていくかは本当に見ものですが、個人的には最終的にジャッジとのウィザーリプレイスメントの差が僅差 0.3 ですとか 0.4 くらいでとどまり、かつロイヤルズがプレーオフ進出を決めるんだったら、個人的には MVP にウィット・ジュニアを推したいなとは思いますね。それくらいやっぱり前年100敗以上したチームがプレーオフに一気に出る意味は大きいと思いますし、そのチームで MVP 級の活躍を見せている選手の重要性は高いのではと考えます。
チームメイトのジャッジの陰に隠れてしまっている感は多少あれど、こちらもものすごいシーズンをここまで送っているのがヤンキースのフアン・ソト。今季からジャッジと共にあまりに強力すぎる 2,3 番コンビを組んでいるわけですが、2人が並ぶことによる相乗効果、双方の好成績につながっている側面はありそうですよね。ソトは今季112試合に出場して28ホーマー、WRC+186、フルシーズンでは WRC+ ウィンザーブリプレイスメントはキャリアハイペースで推移していて、今季オフに FA を迎えるわけですが、今のところ最高のアピールともなっています。打力に対して守備があまり良くないと言われがちな外でありますが、今季はライトを無難にこなせているどころか、なんならいくらかプラスを稼いでいるくらいですし、だからこそウィンザーブリプレイスメントがキャリアハイペースとなっている側面もあるでしょうか。一方でこと MVP レースに関してはジャッジがチームメイトである点が外にとっては逆にマイナス要素となってしまいそうで、ジャッジが今の活躍ぶりを続ける以上は投票する記者の方がわざわざジャッジと外の順序を逆にする理由もないからですよね。同じ外野手でジャッジがセンターとより守備負担の重いポジションを守っている点も外にとっては逆風でしょうか。そして4人目、前半戦の MVP レースを牽引したのがオリオールズのガナン・ヘンダーソン。昨年は新人王に輝き、今季 MVP 争いに加わっているあたり、順調すぎる成長ぶりといったところでしょうか。オリオールズ打線においてナンバーワンの存在でありながら、最強のリードオフマンも務めるヘンダーソンは今季リーグトップとなる先頭打者ホームラン8本を記録するなど、オリオールズの攻撃のリズムを作るのは彼という印象があり、もはやオリオールズではラチマンと同等か、あるいはそれ以上に欠かせない存在とまでなったかもしれません。6月終わりくらいまではジャッジと張り合うくらいのパフォーマンスで、ヘンダーソンこの調子だったら割と真剣に MVP あるんじゃないかという感じでしたが、7月以降ちょっと調子を落とし気味で、レースからやや後退してしまった部分はあるかなと。7月以降の OPS が7割4分3厘と、依然リーグ平均以上とはいえ、MVP レースという意味ではここのところはバッティングにかなり物足りなさは残ります。そのせいで同じショートのウィット・ジュニアと少し差がついてしまった感もあり、一時と比べますと MVP は厳しそうな雰囲気はちょっと出てきてはいますけれども、ただまだ残り50試合弱ありますからね。またどこかで前半戦の勢いを取り戻すようだったら、まだまだ全然わからないと思いますし、ヘンダーソンの調子の下降とともに状態がちょっと落ちてしまったオリオールズにとっても、それが来ることを心の底から願っているはずでしょう。という今季またもハイレベルな争いとなっているエールの MVP レースですが、まあ現状はジャッジないしウィットジュニアが有力という状況でありますかね。ウィットのところでも触れましたが、ウィンザーオリプレイスメントでそこまで差がつかないのであれば、ウィットの方が優勢になるかもしれないと思ったりはしますが、どうでしょうか。もちろんまだシーズンは3割近く残しているわけで、ここから状況が変わることもまだ十分考えられますが、 MVP の行方はどうなっていくんでしょうかね。皆さんの予想なんかもコメントに書いていただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。